原田浩二は、日本の警察ジャーナリスト、元北海道警察警視庁、北海道出身。現在は、明るい警察を実現する、全国ネットワーク発起人、市民のメフォーラム北海道を代表として、市民の警察に関する苦情や要望を受け付け、警察職員からの相談に応じるほか、警察により不当な人事処分を受けた、警察官、 元警察官らの支援活動を行っている。警察官時代は、ノンキャリアの最高階級である、警視庁にまで承認している。北海道家裏金事件において、元北海道警察ナンバー3で裏金に直接関与する立場にあったものとして、北海道警察内部で行われていた裏金問題を是正するため、2004年に札幌市で弁護士の市川森広と、元部下で、 手鹿が警察署の元次長と共に告発を行った。警察時代の元部下の稲葉義明が2002年に逮捕された稲葉事件が告発のきっかけだった。この告発のため公安警察だろうと思われるものに尾行されたこともあると語っている。警察崩壊作られた正義の真実、巡報者、2013年、著者紹介原田2005、情報収集、無制限に広がる。 朝日新聞 P17 ありがとうございます。